はい、どうもこんにちは。バーチャル忍者 YouTuber のももちももです。録画環境を一新しまして、今回やっていくゲームは嘆きのアリアさんとの罰ゲームでやることになったこのエフレメイというゲームをやっていこうと思います。これ多分ホラーゲームなんだよね。ですよね、ホラーゲームなんだよね。じゃあやっていきます。エンタースペースでしたね。ドット、ちまたで有名なお化け屋敷エフレメイ。これはおっしゃっていいのかな。なんでもこのお化け屋敷では作り物のお化けに混じって本物の幽霊が出るらしく、なんと今もこのお化け屋敷の中をゆら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 と徘徊しているのだそうです。シフト。あえにゃ、ちょっと待って。あれ、毎回出るわけじゃないんだ。ちょっと待って、リタイアってある。あ、ダメだ。罰ゲームだからちゃんとやろう。これは？でもこれがまずホラーじゃない？気のせいかな？これは？なんか絵に見えるけど、大丈夫かな？作り物のお化けだよね。あれ、読めない。スペースかな？ Z、X。あ、読めないんだ。何もないの？あ、ちょっ！出てこないじゃん。待って、もうダメ、できない、このゲーム。ごめんなさい。戻れない。あの絵動くよ。あの絵動くよ。あの絵動くよ。動かない？ほんと？え？なんかあったのかな今。驚きポイントをスルーしてる気が。あ、出てこない。危ないんじゃない？切られちゃうんじゃない？切られない。何の音？何の音？いや、もう行こう、行こう、行こう、行こう。ああ、危ない、危ない、開かないよ、開かないよ、誰か助けて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 、なんで、あ、なんで、なんで、なんで、危ない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 、精神状態がよろしくない。これ、いなくなっちゃった？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これもう、これで終わり？終わりがいいな。もうやだ。びっくりする人？いい人？悪い人？悪い人？もう怖い、やだ、ほんとやだ、ほんとやだ。もう来るでしょ、次の曲がり角で。あ、え、なに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 、やめて、やだ、押さないで、やだ。え、なになになに、いい人、いい人、悪い人。動いて、動いてるよね。え、やだやだやだ、なんでなんでなんで。
これ大丈夫？音割れしてない？大丈夫だね。音割れはしてないね。あ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ゴールかな？ゴールかな？ゴールがいいな。なんで地下に下ってるの？え？動かなくなっちゃった。どうしたらいいの？動かなくなっちゃってるけど、赤いのなんだろう。止まらないんだけど、OBS の音量が振り切れてる。泣かないで、泣かないで。もう、絶対びっくりするじゃん。顔が違う。助けられなかった。ふにゃ、どこ？あ、B だ。動くでしょ、動くでしょ、動くでしょ。これもう絶対動画の編集で音を下げないとダメなやつだ。お幸せにお付き合いしてるんですか？危ないよ、危ないよ。なんでなんでなんで怒ってるの？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 何の音？何の音？何の音？助けられない、助けられないよ。助けられないです、助けられないです、助けられないです。ダクト、ダクト、ダクト。もうやだ、もうやだ。帰る、帰る、帰る。お家帰る、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 お家帰る。誰、誰、誰？何？本当無理、本当に無理だよ。本当に無理、本当に無理。落ちるでしょ、この絵。この絵落ちるでしょ。この絵落ちない。この絵にどれか落ちるでしょ。助けらんないよ。なんで、なんでついてくるの？でも謎解き要素がないからまだいいね、これね。ずっとまっすぐ進むだけだもんねって言った途端に。ピアノがあるってことは、あ、これは何もない。開かない。あ、いやにゃ、危ない。リタイアするとこだった。あ、これで開いた。お願いしたから許してもらえた。え、なんで戻っちゃったの？作り物のお化けに混じった本物の幽霊は死んでからずっとお化け屋敷から出られずに、ゆら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 と屋敷の中を徘徊してるそうです。え、自分自身ってこと？何の音？何の音？ちょっと待って、また音割れちゃうから。ほんとほんと音割れちゃうから。いやー、無事クリアなのかな。無事クリアなのかな。お疲れ様でした。大丈夫かな、これ。
これはお疲れ様で合ってるのかな。おつにんにん。じゃあ診断結果見ましょう。ももち、17歳女性、ヘタレード10。え、これ最大、え、ちょっと待って、ヘタレード10ってことは最大なのかな。もしかしたら100判定で10かもしれない。ちょっと待って、これ後で調べてみよう。では今回はこの辺で、お疲れ様でした。おつにんにん。動画をご覧になっていただきありがとうございます。概要欄の方に Twitter、ファンティアなどあります。動画の左側の方に過去の動画やチャンネル登録のボタンなどありますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。もしこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンの方もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。にんにん。